皆さんこんにちは、ちょっとマンダラです。いつもご視聴の方ありがとうございます。今回は前回ですね、投稿しましたある編集長のドノーマルジムニーの今の現状をですね、馬力測定したんですけども、その前回の予告としてエアクリナを交換してですね、もう一回馬力測定の方をしてどれぐらい変化があるのか皆さんにお見せしたいと思います。でこちらトラストさんに今回はご協力いただきまして、グレッティエアーインクス、今回はパイプ数が60パイ用の汎用エアフィルターを交換していきたいと思います。それでは開封の方していきたいと思います。製品の内容はこういう感じですね。こういう感じでパイプがこちらから入って、エアーの吸い込み口の周りと、まあ、あの真ん中の方にもですね、吸い込み口があります。ちょっとじゃあこれも開封していきたいと思います。こういった感じでプリントもされて結構見た目もかっこいいです。この商品トライバルの楽天市場でも購入可能ですので、概要欄の方に購入先を載せておきますので、購入の方はそちらの方から行ってください。じゃあ交換の方しに行きたいと思います。トーン、トーン。それではこちらのエアクリーナーの方、編集長の車に取り付けしていきたいと思います。このエアインクスにはですね、一応50パイ60パイの両方兼用になってまして、パイプ系が60パイの場合はこのアダプターを外してもらって、50パイパイプの場合はですね、この中にアダプターを入れると50パイに使用できます。でこのエアクリーナーをですね、メスとメスになってますので、間にパイプの方を製作して取り付けします。そしてエアクリーナーもグラグラしますので固定するようにステーの方も作っていきたいと思います。というわけでステーと接続パイプの方を2点今回製作してみました。まあこれも今後ですね、この2点セットを随時販売の方していきたいと思いますので、一応お問い合わせまたはインスタグラムのダイレクトメールの方、メッセージの方でですね、お問い合わせいただけるといいです。このまま接続の方していきたいと思います。という感じで取り付けの方終わりました。まあちょっと今回ですね、時間の関係もあってちょっと荒削りなステーになったんですけど、製品はまあもう少ししっかりしたもので取り付けできるようにしたいと思います。まあこの状態でとりあえずエアクリーナーがノーマルのタイプからオープンのタイプに変わったということで、で今回ですね、外した純正のエアクリーナーもですね、
どういう状態だったっていうのをまず比較するために点検してみたいと思います。これ結構ですね今回優秀で、まあ、一度交換してるんですかね編集長が、まあこの状態から、まあ、これでも結構効率はまだ全然いいはずなんですけど、この状態のからオープンになった時の変化はどれぐらいなのかっていうのをこれからパワー計測していってみたいと思います。それではオープンエアクリーナーの馬力測定に入りたいと思います。計測終了です。結果の方を行ってみたいと思います。おお。それでは結果数値の方を見ていきたいと思います。前回ノーマルの車体で計測した時は馬力が 57.3 馬力でトルクが 8.3 キロだったのがですね、今回オープンエアクリーナーのタイプに交換して測った結果ですけども、なんと見てください 61.3 馬力トルク 9.4 キロ、馬力にすると、まず4馬力ですね、丸々4馬力アップとトルクがなんと1キロ。これは軽自動車ですね、確実に体感できるパーツではないかと思います。ということで今回はこのようないい結果になりました。で今回ですねエアクリーナーを、まあ、単純に開放するように今回施工したんですけども、本来ブローフバルブというのは吸気の方にですねリターンされています。この状態、まあ、開放状態なんですけども、これはあくまでもやっぱり公道を走る上では保安適合外なので、公道を走行する場合はですねしっかり吸気の方にリターンして待機解放しないように走行の方よろしくお願いします。それで次回はですね丸1のですね、時にも言いました良い燃焼っていうのを進めて馬力測定の方をしてみたいと思います。次回はプラグとですね当社で販売しているイグニションコイルですね、その2点をまず最初にプラグだけを交換して測定して、次にイグニションコイルを交換して測定して点火の方をしっかり整えてやるとどれぐらい変化するのかっていうのを検証してみたいと思います。楽しみにね。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。